はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私のお家の美容から家電から、なんだろうな、普段使ってるあのおすすめ品トータルいろいろをご紹介したいと思います。はい、まずは、はい、まずは美容系からいきたいと思います。まずこちらのですね、シャンプー。今私髪の毛暗いんだけど、ちょっとアッシュっぽい感じの色を入れてて、グレーアッシュ系を入れてるんだけど、アッシュカラーってすぐ落ちるので、落ちて黄色になるか茶色になるかなんだけど、私の場合は結構黄色くなったりするので、あのこのソマルカのカラーシャンプーがすっごくおすすめです。これマジで、あの色があんまり落ちないというか、落ちてもめっちゃ綺麗な色を保ってくれるので、すごくおすすめです。じゃあ次で、ちなみに私はね、アッシュ、これね、いろいろある、ソマルカでもいろいろあって、私はこのアッシュっていうカラーを使ってる。はい。で、次なんですけど、まあ、カラーシャンプーじゃないとき、カラーシャンプーとその普通のシャンプーを使い分けてるんですけど、今、私は普通のシャンプーのときは、これシルミアっていうシャンプー使ってて、これめっちゃいい、何がいいかっていうと、泡タイプのシャンプーが出てくるの。ムース、こうしたらムースでシャンプーが出てきて、めっちゃ気持ちいいので、しかもこのトリートメントの香りがめちゃくちゃいい匂いで、これを結構スペシャルトリートメントで私は使ってます。はい。で、次が、はい、次が、まあヘアケアなんですけど、これもシーソーのクリアオイルシャンプー、あ、クリアオイルトリートメント。これ、髪の毛乾かすときとかに、あの、これを塗って、オイルなんですけど、塗ると、めちゃくちゃ、あの、洗い上がりとか、仕上がりがすごくサラサラになる。これがすごくおすすめです。で、次がですね、バス&シャワージェル。このシャワージェル使ってるんですけど、これあのホテルの匂いがしてめちゃくちゃいい香りね。モルトンブラウンっていうブランドなんですけど、この私はジンジャーリリーっていう香りを使ってます。で、他にもめちゃくちゃ種類がここあるんですけど、この匂いが結構店員さんにおすすめって言われて、私はこれずっと使ってます。で、あとはこれね、これね、多分香りとかも紹介したのかな、ウカのケンザ。私はね、バリカタからの上から2番目の硬さのやつ使ってるんですけど、あのシャンプーとかするときにこれで揉みほぐしてあげるとすごくいいです。はい。あとは、櫛はジョンマスターのこのここのね、その、なんていうの、櫛の根元がめちゃくちゃ細かい櫛使ってて、これめちゃくちゃサラサラになるので、これもおすすめです。はい。で、あとは、パックね、 DNA のパック。これは美容に詳しい友達にあのおすすめされてたんですけど、この DNA のパックがめちゃくちゃ良くて、なんかね、メディヒールっていうブランドなのかな、メディヒールの DNA っていうパックですね。すごいクリーミーで、結構一日中保湿が続くぐらいめちゃくちゃ保湿力が高いです、これも。はい。
で、あと最近買った、めちゃくちゃ箱買いで買ったマスク。このマスクなんとですね、立体的になってて、でね、ここがさ、こうなってるの、使い捨てなんですけど、こうなって鼻のところでこう立体的になるから、あの口紅がつかなくてすごくいいやつで、カラーも豊富だから、あの自分の服に合わせていろんなカラー使えます。はい、でですね、あとは最近使ってるソングオブネイチャーっていうブランドのディフューザーです。結構もう香り切れてきたんですけど、これめちゃくちゃいい香りでおすすめ、ソングオブネイチャーです。はい、あとはこれ、あとちょっと引っ越すのでハンガーをまた買わなきゃいけないんですけど、このなで型ハンガー、これめっちゃ良くて、何がいいかっていうと、ここがシリコンだから滑らないくて、でここの、ね、ニットにね跡がついたりするじゃないですか、ハンガーって。でこのなで型だと跡がつかないので、ニットとかかけてもすごく便利。はい、で全然違うシリーズなんですけど、これ何だと思いますか？これなんとですね、ブーツを手を使わずに脱げるなんかやつ、ブランド名なんて言うんだろう、ウッドフィールドっていうやつ、これちょっと検索してみてください。あの手を使わずにブーツが脱げるっていうので、なんか、ね、なんで見たんだっけな、テレビかなんかで見て買っちゃったやつです。はい、かかと何そこに入れん、そうなんかこうすん、こうしてこうしてで靴かかとこうやって引っ掛けて、靴をこうやって持ってる、これも便利。はい、で最後にですね、一生聞かれてる私のコンタクトレンズね、はバンビシリーズのヴィンテージヘーゼルを使ってます。私はレーシックしたから目が今いいので 0.0 で使ってます。はい、以上私の日用品美容品オールもろもののおすすめ紹介でした。ぜひいいなって思ったらポチってみてください。じゃあ皆さんバイバイ。